く画面揺れてますが、今天井前に移動しています。まもなく到着します。本日雨につき、画像の人に乱れがあると思います。ご了承ください。はい、到着しました。ナイスね。何かがね、やっぱり乗り移るんです。多分お大したんやと思う。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よかったらぜひ、次の方お願いします。そして事故を起こすことした際の訓練などもほとんど行われずに原発の事故を控えました。現実的には100万年に一度どころか1979年のツリーマイル島の事故から30年ちょっとの間に6基の原発が大きな事故を起こしています。数年に一度事故を起こし続けているわけです。再稼働すればまた必ずどこかで事故を起こすのは間違いありません。それが味方になるのか、それとも仲間になるのか、わからないにしろ、いずれにしろ、また数年先、10年先、そういった非常に近い将来、大きな事故を起こすに違いありません。今すぐ廃炉にする以外ないと思います。愛媛県知事の中村さんが千葉明社長の説明を聞いて信頼をできるかのように言ってますが、そんなことは決してない断言できます。県庁の職員の皆さんもこうしたトップの県に惑わされずに原発の廃炉を労働組合の仲間とともにぜひとも訴えていってほしいと思います。はい、ありがとうございます。4年前のそう、全部やってますか。せっかくですから YouTube お久しぶりに来ました。こんばんは。
なんて明るく恐ろしい歌が歌われているのかどうぞなんかすごいブラックジョークみたいでとてもびっくりしましたけど、じゃあまた後のということで、あ、じゃあ清張瀬戸の花嫁よろしくお願いしますえ、あ、テープないんだ、持ってこかった、帰るかい、じゃあ、じゃあ歌はどうぞよかったらお願いします。あ、それで交渉とかそういう話じゃないですよね。せっかくその報告してもらおうと思ったですね、23、24と緊急医方集会に行ってきました。目的はですね、東京のタッポコ社さんというグループからの提案で、やっぱりその一番最初に再稼働が懸念されている原発の現地で少しでもしっかりした声を上げていく、どういう活動をしていって再稼働を止めるかという、まあ、その相談会だったんですけれども、いろんな再稼働原発の現地から来た方もいらっしゃいましたし、じゃあ言い方を止めるために愛媛で何をやっていくかっていうことのアイデアは、まあ、いろいろありまして、それはこの緊急集会を主催した原発さえならしくネットワークとしてまたちょっと相談をして参加していきたいと思っていますが、その後、伊方町に申し入れに行きました。もちろん再稼働をやめてほしいという申し入れですけれども、出てきたのは副町長とその部下2名で、副町長がですね、副町長がね、何かを認識してなかったんですよでもその何を認識していないことが問題だったのか忘れてしまいましたがともかく伊方町への申し入れ、それからその後県庁でも申し入れをしましたが、今議会中ということを理由に、一番というか、まあ、ナンバー効果5ぐらいの主任のイケメンの若いお兄ちゃん重松さんっていう人が出てきて要請書を受け取ってくれましたが、まあ、いつもの通り知事に申し出されますということで、くれぐれもそうめん流し の道具のように、文章を流すだけじゃなくって、知事に全国各地から集まってきた人たちがそれぞれ その思いを込めてこの要請をしているということを伝えてくれと言いましたが、さてどうなりますことやら、でもなんかやっぱりその伊方に行った時もその検証もそうなんだけど、なんか要請もそうですが、私この中にいる人たち全員が 100% が再稼働をいいと思ってるわけじゃないと思うんですよね。でもなぜその中の声が、だって4選にとっては私はもう本当に2つのままだと思いますよ。このまま再稼働を走って使用済み核燃料も処理の方法が決まってないで、使い続ける限り核燃料、使用済み核燃料はたまるで、事故が起こったら弱小4点に故障なんかできるわけじゃない。まあ、それでも東京電力が生き残っているってことが彼ら その頼みの綱かもしれないけど、それより何よりその会社の中にいる再稼働をやっぱりやばいんじゃないの、いけないよねって思った人必ずいると思うんですよ。そういう人の声が出せない、出てこない、これが結局今のこの社会の在り方とかぶってるなっていう気がして、そんな中で私は再稼働をストップ叫び続けるぞ。一人じゃない。頑張りましょう。再稼働ストップ。はい、ありがとうございます。何が問題だったの？はい、まだ思い出したら喋ってください。まあ、人の名前が出てこないとか、ね、よくあるもんですから、私もダンサーに一言で亡くなってまいりましたので。大事なことこそ忘れない。ある。全然ないけど。ありがとうございます。よかったらぜひ、アピールとお願いしたいと思いますが。
はい。それだけでは足りないという方もこういう人が立ってますので、まあ、私自身が反対しようということで、まあ、プログラムは反対しております。マイク入ってないよ。あ、ごめん。それで、高浜原発は福井県立ってますかね。はい、でちょうどあの燃料が運ばれるという時に福井県の県庁職員の労働組合もこれに反対しようということで、あの活動をされていたようで、まあ、あった組むところの現場と、あとなんか集会があったようですけど、そういうところにも、まあ、組合として、まあ、感じていたというの報告を受けております。大変嬉しく思いました。で、あそこを木屑燃料ということで、木屑燃料は6カ所村では処理ができない。一体どこで作るんでしょうかって言ったら、またフランスとかならできるんでしょうかね。実績がうまくできないのか、それさえもよくわからないというようなことで、こんなでようやってきたなというのが、ね、何を考えてやってきたんだろうかということを思います。で、それはいかさも同じ状況で、また燃料が使われようとしているということは全く考えられないというふうに思っております。ぜひこれからも絶対再稼働させないで、ちょっとその燃料も使わないという機関ですよね。もう手がないですから、使って無理できない。もうどうするんでしょうかね、そんなもん。真面目に真剣に考えれば分かることを思います。ぜひ早く気づいていただいて、伝えていただきたいし、4店舗一日も早くもう廃炉の方に行った方が、絶対経済的にもいいのも分かってるわけですから、廃炉に入って、さらに味方の現地の、はい、ありがとうございました。ゴールか誰か歌う。よかったらお願いします。なかったら、私今日招待しますので、じゃあちょっと、みんなで、声を上げていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、せーの。原発なくそう、原発なくそう、原発なくそう、再稼働反対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 、伊方原発今すぐ廃炉、伊方原発今すぐ廃炉、再稼働はさせないぞ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 、四電は再稼働を申請するな、四電は再稼働を申請するな、知事は再稼働を認め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 るな、伊方原発今すぐ廃炉、伊方原発今すぐ廃炉、伊方原発を廃炉にしよう、再稼働はさせないぞ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 、原発なくそう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 、再稼働反対、再稼働
すぐ止めよう。大井原発今すぐ止めよう。大井原発今すぐ止めよう。大間原発建設やめろ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 。原発輸出をやめろ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 。原発なくそう。原発なくそう。再稼働反対。再稼働反対。福島の子供を守ろう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 。福島の命を守ろう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 。原発労働者を守ろう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 。再稼働反対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 。四電は再稼働を申請するな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 。知事は再稼働を認めるな。知事は再稼働を認めるな。伊方原発今すぐ廃炉。伊方原発を廃炉にしよう。伊方原発今すぐ廃炉。再稼働はさせないぞ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 。原発なくそう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 。再稼働反対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 。弁護士さんが、原発被害者の弁護団の一員として、東京電力と国と話をしています。彼の言葉を借りますと、原発被害者の皆さんは原発さえなかったら、原発さえなかったら、この言葉を口にされそうです。いろんな思いがあると思います。私たち愛媛県民が決してこの言葉を口にする日が来ないように、ましてや、次の愛媛を託す子供たちが将来、あの時原発さえ抜けてくれとったらの父ちゃんと言われる日が来ないようにです。私たちはしっかりした道を選びましょう。そのことが私たちの責任であると思います。そして、その原発被害者の皆さんは、元の生活を返してほしいだけ、元の生活に戻りたい、これが一番の願いです。でも今なお16万人の方々が避難をして家に帰ることができません。皆さん今日お家に帰りますよね。これからお家に帰りますよね。帰れないんです。16万人の方々が帰れないんです。家がそこにあっても帰れない。これが原発の事故の怖さだと思います。ふるさとを守りましょう。ふるさとを守りましょう。私たちの手で守りましょう。私たちは、自分から原発の問題を始めて、一時でお願いしております。皆さんもどうぞ力を貸してください。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは、ビール、どなたがございましたら。ありがとうございます。あっさりしとって。いやいや、とっても終わろう。すいません。選手。あれ先週、うちの連れがちょっと熱出して、ここに登って、ここに登ってやったんやけど、近所の循環器があるんやけど、3回見て点滴にしたの全然役に立たんのよ。でそこは手伸ばして介護ばっかりしとんやけどね、本来業務せえよ思ってしゃあないんで、あの救急病院連れて行ったら、あの、血とは熱下がって、まだ本調子じゃないんですけど、で、昨日かな、あの療養者をうち、重信へ来たいんで。連れて行くよったら、なくなってた。行けそうな件で一人で行ってきたら、
肺に限りがあるとか言われてる。大丈夫、いや、これがタバコなんです。タバコ吸うとる、興味やめないかんだけど、まあ、そういう一応、いろいろあってない。で、とりあえず、そういう状況なんで、で、今日はちょっと朝から、選手それでこれなんだ。で、一応、ほっとけんかったんで、で、今日はちょっと朝からいろんな用事があって、高知に行ってきたんですが、高知のね、で、さっき言ったんですけど、高知の方はね、1週間くらいでやるんで、やっぱり毎週やったんで、これは勝手になる。勝つだけの問題じゃないですけど、いろいろ病院とかね、交換して帰ったり。で、そんな状況だったんで、資料を、今日持ってくるのを忘れたんですが、いろんな水がありますよね。ボトルに入ったり、おいしい水とか、名水とか、あれ、全部、あくまでダメですから。もう、かなり不純物が、やばい入ってます。で、それは調査するとこあるんで、調査すると、ボルビックスというかね、ボルビックスとね、もう一つある。あ、クリスタルガイカイバー。はい、あの2つだけは、その、おかしいものが出てなかったという話。ちょっと高いんですけど。水もそんなになってますから、言ったら、でね、ほらほらほら、コンビニなんかで、コーヒー100円とかに最近あるでしょ。あれもやっぱ言わないんで、詳しい人がって聞いたらね、デトックス、吐き出す、また後で吐き出すということで、全部言いよったらもうほんと食うもんも飲むもんないから、だけどやっぱし注意しておきましょうという話なんで、また資料とかあったら持ってきますけど、とりあえずそんなことなんで。で、天気悪いから、いや、安全な話。安全な飲み物。だから、やばいですから、かなり注意されてます。でちょっと天気悪いんで、来週はきちんと引きますから、すいません。はい、やったですね、副町長に今回、4年が、付着物が燃料についてた、それを2ヶ月間も報告しなかった、そのことが安全協定、伊方町が4年その間に結んでいる安全協定に著しく反するものではないかという認識はお持ちですかと聞いたら、と言って、何と確かめようとしても、それは問題であると言わなかったんですね。本当に、それともう一つ、私、最近、東京の友達が、私がなぜ、その反原発をこれだけ27年言って飽きないかということを言うのに、やらずにおったら気持ちが悪いんでしょって言ったんです。でも本当に私そうなんだと思うんです。だから私はこうして、まあ、ごめんなさい、ここはこのところずっと飛ばしてましたけど、やっぱり原発のことを原発なくそうよっていうことが本当にこの日本の社会の多くの問題と結びついている、すごく根本的な問題と結びついていると思うし、だから原発止めよう、再稼働ストップっていうことが他のいろんなことにもノーと言える種だと思っているので、大変エコノミーだし、やっぱり本当にこれを言わずにおったら気持ちが悪い、多分体を悪くするだろう、すなわちここに来て私がこれを叫ぶことが私自身の健康法なのだという結論にをご披露したいと思います。以上。はい、温泉の前を言うと、お話しはい、いやいや、今山下さんもお水のことをおっしゃってましたけど、伊方の集会ネットワークの2日目だったかな、県庁に申し出た時、大熊町から参加された方が、女性の方がおいでて、
このやっぱり水もやっぱり安心して飲めない、ほとんどもうそのペットボトルの水を買って飲むような生活になって、水道の水がこう安全だっていうのが一本のね、あの国の出してもあったんだろうけれども、それがもうもはやもう関東から向こうの生活の中ではなかなかその安心して水が飲むことができないっていうことも、あのその集会の時やったか、その申し上げた方に、今水のことをおっしゃるんだと、まあ、ましてこの愛媛はね、水、松山も心配ですからね、本当に水は大事にしてから、世界的にも足りなくなっていくんじゃないかって言われてますし、はい、まあ、そんなことも心配になってきます、現場に届けましょう。日曜日に松山さん、ぜひ片山さんの講演会のご報告をお願いします。片山教授さんの私も行かせていただきました。本当に富岡会の主催に、はい、待ってました、講演会でした。どうもお疲れ様です。言われやしないかと恐れを受けているんですすぐ忘れるんですよ油断をしたらいけないけど何かをお話しされてたと、200名弱含めいただきました、ありがとうございました。この頃ああいう形で言い方へ何も聞かれたわけで、もし皆さんが聞いていただければかなり、そういう意味でね、非常に心配してたんですよ、その集まりの面で、おかげさまで参加させていただきました。先生、非常にしっかりしておられて、原稿書いてらっしゃったんですね。で、しかも、今、ブログで、ご本人様のブログで、原稿全部アップしてますから、そういうどんな話がされたかは、私のあやふやな記憶ではなくて、ネットで確認していただければ、しっかり一度おランク、もらうことに書いていただきます。ほぼ、原稿通りでおられてしまいました。ほとんど、長らくとか、ではないと思います。実は、それに気をよく知らせてですね、早坂明先生にもお見えいただこうとしておりまして、ご本人にはもうすでに了解いただいたんですが、持ってまた記者発表をすると思います。上にまた持ってまいります。それとは別にですね、24日ちょうど県議会を開催をしているということを理由にしてなかなか出てこなかったと思いますので、7月2日には議会が終わると思いますので、2日の午後にですね、私の務める会としては、ちょっと本当この頃物忘れが激しいんですけど6月の何日かに県議会はあらかじめ請願をお出ししましたが、県知事宛てではだから議会開会中はなかなか忙しい、実際忙しいわけでしょうから、あるいは推進官でさえ出れないということが答弁用にあると思って、そういう意味で辞職というか遠慮して、そういう断られることのない日を選んで、時間帯を選んで7月2日に申し出しましょうということにしております。当然四田さんにも申請もしないでもらいたいと申し出を申しております。皆さんと力を合わせて一緒に回していきたいなと。何よりやっぱりいつもいつもここで私に申し上げている通り、ここにいらっしゃる皆さんはよくご用意いただいているんですけど、それともう一つは僕が心に残ったのは、みんなで豊かに幸せに貧しくなっていこう。みんなで豊かに幸せに貧しくなっていこうってことをおっしゃってましたね。ああ、やっぱり素晴らしい。アクリート、エメシムのあれも、ね、読むんですけども、あれも素晴らしいし、本当に、トムレカヤの、ありがとうございました。いい会議を出させていただきました。はい、そういったことで、とりあえず、駆けつけで、もう大変な、市議会の、ニュースも流れておりますけども、ぜひ、大変な中、先ほど言いたいこともあるんじゃないかと思いますので、ぜひ。大体もう終わりました。大体終わったんですよ。ありがとうございます。お疲れ様です。すみません、遅くなりまして、大変なことになりました。つなぎで頑張ります。今、県庁の職員の宮田さんから厳しい。ぜひの無駄遣いだ。いや、もう一回言ってたら、世間の人がいい。世間の人はそういうもんですね。でもこれはね、誰が作り出したかって、やっぱり新聞ばっかりじゃないですか。現実に今回話題になっていること、ちょっとだけ話しますとね、
勝沼市議会の議長の、任期は法律に定めはありませんが、慣例と言いまして、まあ、議会は話し合いで進めるというのが基本なんです。それで1年で変わると。で万が一1年で、2年どうしてもしないで事情があるときは、その、審議があれば2年するということになります。で今回は、去年全国松間、市議会議長会というのがあって、松間さんという2年を呼んだので、その会があるから、そこから2年制ということで信任を与えてみました。しかし3年目というのは誰信任を与えていません。結果27歳で上手なんですね。だから、今度は続けちゃいけないんです。なし、民主主義は続けたいなら、今、立候補を続けたらどうかと。信任があればいいよということで、やめろというふうに言ったんですけど、信任を受けませんということでした。で、3日間普及して、まあ言うたら、部長さんたち30人あたりの部下、課長以下、まあ、2、300人は残業じゃないですか。ですから、本当にちょっとあったなと思います。しかしね、問題はこの官邸が、1年で、あるかも、どうしても、話したら、もう、振り返られて、政府の地方の議長さんが、かつて発生した、ボタンを立てないことが、それで続行という、1時間前に私がもうやめました、もう1時間経ちましたら、いろいろ見たと、それは、最後まで、実は、選挙で見て、わかんないですよ。引き換えて、次は果たせるんですけど、私たち自身の中の3人の会の社長さんとも、非常に、決意に賛成しました。理由は、マスコミが言った市民の皆さんが、この関係が、議長というのは、45人が、役割があります。ですから、議長にはすごい権力があって、実は1年交代制というのは、議員の中には、自民党の議員の中には、1年交代制度はして、議長を回ってこんじゃないかという人もおられますが、すべてそのために1年に決めているわけではありません。私たちが主張しているのは、この1年交代で、意見が議長に集中する、これをチェックするためには、一歳一年で信任を変わらないといけないと。法律が書いてないけど、そういうことで、私たちは1年で切るべきだと。で、これが2年、3年が法律ないと当たり前になれば、必ずや、利権がアプローチしてきて、その4年間は議長に頼んだら何でもできるみたいな世界になってる。まあ、今の議長がもう1年経つという背景には、もしかしたらそういう裏の処理できていない事件問題があるというふうに逆に言われる。ここで実は、まあ、伸ばして広島が自分に持ったように、妥協してしまって、すぐさま今の議長が何かで捕まったりしたら、やめる気がないわけでしょ。そういうことにもなるわけで、やっぱり、ね、実は、少々、時間をかけても、お金をかけてもやるということで、まあ、本来、マスコミの連中は本当にバカバカしい議長の金なしのために市民の税金を犠牲にしろと、そういう論調です。全くもってそういう人の中にはいますけど、私たちが、まあ、自民党を組んだというか、まあ、議長をね、この議長、この議長を下ろすために、組んだわけではありませんけど、担当したというのはそういう背景にありますので、皆さん、誤解のないように、今日は申し上げてです。一般のマスコミを抗議したいというような気持ちでいっぱいです。何が税金の無駄遣いだと。これチェックせよほうがですね、もっと大きな意見をチェックできない、もう何でもこれを議会で収めることにはいけないような議会になってしまったらですね、批判、チェックするような働かない、まあ、議会になってしまう。これは国も県も全部一緒です。ですから、やるときは徹底してやると。そんな、まあ、大きな気持ちで市民の皆さんには大きな目で見てもらいたいということを訴えて、遅れてごめんなさい。はい、ということで、また頑張ります。はい、議長が悪いです。そういうこと、議長が一番悪いんですよ。これが二軒議長。同級生なそうでもない。誰議長同級生。二軒市長。あ、知事。大丈夫ですね。はい、ありがとうございます。
ご迷惑をおかけしております。荒川君、今、いろいろまあ。そうなんです。ジャライ君は同級生なんですが、今度は私たちの、ジャルを支える会にも、一切入ってもらえるというお話なので、お伺いする予定ではあるんですけれども、26日に朝鮮で、そこでやりました大雨の中、恒例の、本当にあの出勤の前に皆さん11名の方に来ていただいて、もうなんていうんでしょうね、本当に励まされていました。私たちは世界の中心で原発を安全に引き続けたいと思います。私が最近特にまた怒りを覚えているのは、15歳以下の福島の子どもたち、甲状腺の異常が見つかったという。政府はあの頃福島市の方は離れているので大丈夫だと言ったにもかかわらず、福島市でも発見されている。今後こういう子どもたちが増えるだろうという見通しの記事がありました。あの時に枝豆のような方が直ちに健康には影響がないと言い続けていた。枝豆に悪い。そうですね、枝豆はみんなを幸せにする食材ですけど、あの方は一体何だったんだって。だからぜひ今の政府が言ってること、それから電力会社が言ってること、もう全て信頼できないというのはみんなが分かっていることだと思います。ブラック企業という言葉がありますけれども、今の政府こそブラックだと思います。一人一人が本当に賢くなって真実を知る、この今 IWJ の方も報道をしてくださってますけれど、やはりこういう今のネットを生かして私たちが真実を知って、そしてその真実を実現するために行動していくということが大変大切な時だと思います。国会前もアジサイ革命と言われていたので、ちょうど多分今くらいに始まったんだと思うんですね、この震災が。なので私は今私が持っているのは若者レインボーのシンボルマークのなんですけれども、若い人たちに今どんどん広がっています。ですからこの運動っていうのは反原発、本当に全ての原発を廃炉にするまで止まらない運動に今もうなってしまっていると思います。自信を持って私たちもそれこそここが世界の中心だと思って叫び続ける必要があると思います、はい、ので頑張りましょう。おい、えっ、はい、ありがとうございます。ですね、若い人たち、まあ、この竹内君もそうなんですけども、まあ、本当に、被害者 の、弁護団の一員として、やっぱりいろんな方の訴え、そして党への対応を聞いた中で、絶対に肩を動かしていけないということをやっぱり若い子がこう言ってる、この若い子の声をやっぱり聞かないということはいけないですよね、聞かなくちゃいけないですよね。彼らに任すしかないので、やっぱり彼らの声をしっかりと伝えなというように、若い人たちの声を大切にしたいなというふうに、まあ、思いました。はい、はい、どうだか、見られましたら、あとまだ行けると思いますので、よろしくお願いします。じゃあ、ちょっと、はい、帰りますので、その前に。ぜひ、ありがとうございます。もう思い出したことはありません。ビートルズの、何という歌か忘れましたが、原発なしで黒と原発なしで思想でございますか。ダメ。もう一人はダメ。ね、やっぱり歌もやっぱりいいね。はい。なんだかアピールをございました。
ません、2回目の登場が。はい、ぜひ。神棚です。はい。愛媛というのはひどいところでね、宇都宮さんはよう言っとるけども、内部告白なんかをもししたらどうなるかというと、全部自己責任になると自分が変わらないね、そういう件ですから、お二人と行動に勝負に見つけるだけで問題しますね。そういうところがあるんですが、その例えとして申し上げますとね、橋本氏とか石原慎太郎氏とか、教育の制度を全面攻撃してるんだね。教育委員会の責任だとか、監督が自分の責任を負って猛攻撃してるんで、教育委員会が諸悪の根源みたいなことを言うたり言わなったりやりましたけども、あの連中は一体、あの人たちは教育委員会をどうしたいんだということを突き詰めて言えばですね、愛媛のようにしたんですね。愛媛の教育委員会やったら何の問題もない、知事の言うなりになる、教育長の言うなりになる、そういう制度なんですが、もう完全に出てそうですね。で、日の丸君がはまあ、もう影を潜みましたけども、学校で卒業式に日の丸君がをどうのこうのなんか言うのは、愛媛県民が聞いたら、そんな無駄あんたこがあるんぐらいしか思わんだろうけども、つまり愛媛では、もう昭和30年代に、そういうことは、当たり前だったんですね。というようにね、悪い右総代でずーっとトップを走っているということなんですね。そういう話なんですが、これは今日です。今日早々に右翼と文部省の全面攻撃で、まあ教育組合が肝だりにやられたんですね。それ以来、現職も一緒ですけどね、ということが一つの要因としてあろうかと思いますが、そういうことだからまたね、頑張るよって今でも、それこそいわゆる文部省が何かの都合の時には実況度というのを出してるんですけど、実況度というのが 100% の結果5つはあります。いくつもありますけども、この件の教育委員会、教員組合がどんな役割をしているかというのを考えたら、これは悲しみながら、右の戦争に立とうとしていますね。というような状況から見ても、人間の状況が全国を見つつあるということですね。と言ったこと、なんや、歯切れが悪いな。みんなが貧しくなろういうのは、あれ、そんなに競争でね、買っていたかったろうなんかいうのと言うて考える人は、そしてできる人はごく一部の話ですね。みんなが一緒にしんどいんだったら一向に構わん。じゃないですか、ね、一緒に焦るのも甘んじゃないですか、というつもりで子供に言ってやったら子供はどういうことかと思うんですよね、頑張っていい成績をしてテストの成績順位に打ち勝って、こういうのをそれこそ追い立てられてるわけですからね、そんな意味でも、みんなが一緒に苦労しようなという
のは独立だと思いますね。ごめん。安倍の最初の時に教育基本法改悪で一緒に頑張った人で、今中京大学行かれてるんですけど、1月の6日の土曜日にね、そこのあの美術館でやった会社のとこで、あの96条を改札に、なんかようわからんだけど、あの会を作るというんで公園に来られてるんです。大内博和さんね、今中京大学行ってますけど、松山大学も来られてるんで、その呼びかけもありましたんで、またあの今日はバタバタしてて、また6日だけ5日にその話、詳しい話しますんで、ちょっと頭だけ入れとってもらったら、何時かな、12時半か1時ぐらいやったんですか。仕掛けに私がいるのが、1時半です。あれ、あんたの名前出とった。危ないよ。いいえ、出してないけど。ああ、そういうのから。あれから。なんか危ない。ありがとうございました。もうだいぶ1時半になってきたんですかね。そうそう、だいぶ1時半になってきた。日本語はないですね、ちょっとね。ちょっと最後にどなたか置いてませんでしょうか。新規制基準をもとに、四国電力が再稼働を申請して、その審査が始まります。超えられない問題はないと千葉社長は言っておりますけども、超えられない問題がその中に含まれてないから問題がないんです。あって僕は大問題だと思います。まずは安全、というよりも福島第一原発を収束させましょう。日本の英知、日本の技術、世界の力も見ながらですね、福島を元に戻してからです。最後に、声を上げて、今週の活動を終わりたいと思います。短めに元気よく心を込めて、行きたいと思います。よろしくお願いします。原発なくそう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 。再稼働反対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 。伊方原発今すぐ廃炉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 。再稼働反対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 。原発なくそう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 。ありがとうございました。また来週金曜日やります。皆さん、お力を出してください。第50回じゃん。ありがとうございます。来週は記念すべき第50回のこの行動になります。お一人でも方の多くの方にご参加いただきますようにお願いします。みんなのお力で原発を止めましょう。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あ、そうなんですか。大雨でした。はい、他のところでございました。今は2013年。6月28日金曜日午後7時31分になりました。改めましてこんばんは、愛知県中継市民本部です。以上をもちまして本日の福井県庁前の一発隊の教育講座を終わりたいと思います。本日中継開始は遅れたこと、途中音声トラブル、中継所に時間かかったこと等々と、大変見苦しい中継所に難しいことで、バッツアーカイブが出ておりまして、午後1時から松山市内の
若草幼稚園というところで行われますイベント、初めの一歩は若草幼稚園から、こちらの模様を中継いたします。僕飛んだ緑の塔は僕飛んだのトーク、神がないわからない、それからのライブ等がございます。午後1時から5時までのデートにしております。よろしくお願いします。それから、中継予定が入りましたらまたお知らせいたします。それでは、後ほど、アーカイブを上げたいと思います。本日は雨の中の中継ということで、映像音声等見苦しい点あり申し訳なかったです。本日の中継同時視聴12名現在累計で71名の方、現在12名累計71名の方見ていただきました。ありがとうございました。では、こちらで失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。